紹介できる仕事は風俗、AV、キャバクラ。残念だけどモデルやタレントのスカウトじゃないの。てか女のスカウトマンって珍しいですよね。風俗スカウトにかかる女は自分に自信のない女ばかりだ。それでいて自己顕示欲だけは人一倍で、いつも他人に認められたいと思っている。稼げんくなった子に一切の同情はいらん。情をかけた途端に関係はズブズブになる。そうなる前にすっぱり切ること、それがスカウトの鉄則。私たちの仕事って人の人生を狂わせてるっていうか。あんたが罪悪感抱えとるんならそれでもよか。でも誰のせいでもないとよ。みんなそういう風にしか生きられんだけ。